スタファン・デ・ミストゥラは、イタリアとスウェーデンの二重国籍を持つ外交官である。国連で40年勤務した後、マリオ・モンティ政権で外務省次官を務めた。現在は、ナポリの 30km 南に浮かぶカプリ島のビラ・サン・ミケーレの代表と、国連とアラブ連盟からの共同特使として、シリア内戦を担当している。1947年1月25日、スウェーデンの首都のストックホルムで、イタリア人の父とスウェーデン人の母の間に、デ・ミストゥラは誕生した。父は、クロアチアのシベニク出身の貴族で、第二次世界大戦後に、チトーの共産党から避難した、ダルマチアイタリア人である。1971年、国連に就職し、スーダンで WFP を指揮した。1973年、チャドで緊急解放指揮官となり、初めて空中投下作戦を指揮した。1970年代中期、キプロスで WFP に従事していたデ・ミストゥラは、子供が狙撃手に射殺される瞬間を目撃した。その子供は、南キプロスギリシャ共和国と、北キプロストルコ共和国を隔てるグリーンラインを越えたのだった。この事件によりデ・ミストゥラは、本人の言葉によると、建設的な憤激をかき立てられたという。それは、緊急、人道支援を学び、紛争の平和的解決のために人生を捧げようという強い衝動であった。1976年から1985年まで FAO 副官房長を務めた。この間に、ドゥブロブニクやサラエボ、スーダン、エチオピア、ベトナム、ラオスで特別人道支援を行った。1987年、デ・ミストゥラは WFP の指揮官としてスーダンに戻った。1988年から1991年までアフガニスタン調整部の資金調達、対外関係の指揮官を務めた。また、ユニセフの公共問題の指揮官とユニセフソマリア支局の代表になった。1992年、フランチェスコ・ビンドレル指揮官と共に、ナゴルノカラバフで勤務した。1997年3月から8月まで、イラクで国連人道調整官を務めた。1999年、イラクの人権問題の安全保障委員を務めた。4月から6月には、コソボで UNHCR の特別顧問を務めた。同時に、北部のミトロビツァで地域行政官を務めた。2000年6月、フリブールで開催されたヨーロッパ及び新規独立国の危機管理における地域協力調整会議に特別審査官として出席した。2001年までローマのUNICに勤めた。2001年から2004年までレバノン南部で事務総長代理人として勤務し、地雷除去活動で成果を収めた。2005年1月から2006年3月までイラクで特別副代表を務めた。彼はイラク国民の生活水準を高めようとする国連の努力への認知を高め、イラク復興への見通しを明るくさせることに力を注いだ。2006年4月から2007年9月11日までトリノで国連職員大学の学長を務めた。2007年9月11日、半期分の SRSG としてイラクに赴いた。デ・ミストゥラは11月11日をもって、アシュラフ・カジからバグダッドにおける任務を引き継いだ。バグダッドの高官はさらに前任のルーマニア人のラドゥオノ・フレーと親しくしていたが、後にウィキリークスはルーマニア政府がアメリカ政府にロビー活動をしたためにラドゥが親しまれていたと発表した。2009年7月、ローマのホフォの対外関係役員になった。2010年1月、リチャード・ホルブルックは、デ・ミストゥラが、カイエーデに代わる国連のアフガニスタン特使の候補に上がっていることを明かした。半期分事務総長は、フランスのジーン・マリー・グエヘンヌやイギリスのイアン・マーティンも候補に入れていると、ニューヨーク・タイムズが報道した。1月末には、半期分事務総長は、デ・ミストゥラを任命することを宣言した。国連職員がアフガニスタンのマザーリ・シャリーフで虐殺された事件を受けてアメリカのバラク・オバマ大統領は非難声明を出したが、デ・ミストゥラは私はアフガニスタン人を責めるべきとは考えていません。責めるべきはコーランを燃やしてこの事件を起こしたものです。と述べた。2011年11月28日、イタリアのマリオ・モンティ政権の外務次官に任命された。2013年5月、イタリア政府は外務副大臣になっていたデミストラをエンリカ・レクシー号事件に対処するために首相代理人としてインドに派遣した。これは2012年2月15日にインド南方のラッカデーブ海でイタリアのタンカーの警備兵がインド人、漁師2人を射殺した事件である。デミストラは公平、建設的かつ受け入れ可能な解決策を見つけ、警備兵をイタリアに帰国させるよう命じられていた。2014年5月、ブリュッセルの欧州平和機関の代表に任命された。7月10日、シリア内戦の平和的解決を目指す特使に任命された。2021年9月、モロッコは西サハラへの国連個人特使であるスタファン・デミストラの任命に同意した。ありがとうございます。